どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク知らず誕生日記念ガシャということで、知らず銀次来てますね。これまで、クインクスの誕生日、キャラクターをですね、全員引いてきているんで、今回も出るまで、回していこうかと思うんですけど、とりあえず30連すれば、確定らしいのでね、30連で最低で最高でも30連ですね。というわけで、キャラクターの詳細を見ていきましょう。こいつがブレイクバースト S プラスですね。1.75倍、しかも味方全体のやつですね。エトとか、この前出た誰だっけ、あ、サイコだ、フェスゲンのサイコとかですね。で、豪族性耐性 S マイナス、豪族性キャラクターから受けるダメージを 20% カットからのスキルダメージカット 20%、で味方全体当たる回復は 20% アップ。これ 30% アップが、誕生日ムツキでしたかね。なんでこれは重複するよね。このアビリティに関してはスキルじゃないから多分すると思うんだけど、どうなんだろう。でアタックポイントが2プラスアップするということで、スキルの方がもっと班長として強くなるからレベル5、3ターンの間味方前衛のガード率を 30% アップ。通常攻撃に、武器耐久値プラス、ダメージプラス1を付与する。味方全体体力を 30% 回復するということで、ムツキの持続回復じゃなくて、これはもう使ったら速攻で 30% 回復プラス、アビリティで 20% 回復で、ムツキがいればそれにもう 30% になるのかな。ちょっとそこら辺があんまよく使ってみないと分かんないけど、あ、すごいいいと思うよこれ。速攻で回復するのはね、なかなか使えるよ。ということで、ムツキはそのターンも回復してたんだっけな、ちょっとよく分かんないけど、あれはガード率が上がるんだっけ。ムツキはガード率じゃない、防御率か。防御のあれだ、バフをかけるんだな。ガード率、ウリエだったかな、誕生日。ちょっとそこら辺がよくわかんないけど、あれウリエ回避だったかな。とりあえずね、確定枠まで回していきますか。クインクスの誕生日メンバーサポート寄りが多いですね。誕生日サイコが味方にブレイクウォール S プラスと、あとは自分の武器耐久値プラス1するとかアタック寄りの性能なんですけど、それでもサポートの面も持ってるということで、4体いたらね、まず負けることはないだろうし、何よりクインクスメンバーを揃えたい。フェスゲンであと出てないのはムツキだね。でムツキのフェスゲンをどこで出してくるかなんだよな。どこでっていうか、どのシーンのやつを。ロゼ編終わったし、多分カグネ出したムツキは白くなった方のムツキだと思うんだけど、結局30連しちゃったね。あれを引いて、クインクス班は完成と。でも普通のね、背景めっちゃ久しぶりに出たな、あの金木。普通の背景、暴走メンターじゃなくて普段の背景のフェスゲンが出てないよね、プレミアムでしか。入れてもらっていいですか。はい、ということで、今回は知らずの誕生日ガシャを最後まで回してみましたという動画でした。ではですね、また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もよろしくお願いします。どうぞ。